第13回ドリームエイジカップ見事勝利、西健一騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、見事な勝利でした。そうですね、自分でもびっくりしてます、はい、果敢に先行していきましたが、何か作戦とかあったんでしょうか。いや、朝調教師と話してこういう形で行こうって朝から決めてました、はい、それはなぜっていうのが、なんか理由があるんでしょうか。いや、もう馬場が軽すぎたんで、もうこの馬にはちょっと踏み気かなと思ったんで、まあ、行けるところまで行ってみようという気持ちで乗ってました、はい、作戦成功という感じなんでしょうか。あ、そうですね、はい、よかったですね。乗った感じ、今日いけるなって感じでしたか。いや、そうですね、馬もだいぶやる気だったんで、はい、最後詰められたんでどうかなと思ったので、最後まで頑張ってくれました。どちらかというと目白剛力は重い馬場のイメージがあるんですけれども、うん、今日みたいな軽い馬場での勝利はかなり大きな収穫だったんではないでしょうか。そうですね、まあ、もともと軽くても走るのは走る、ただ切れ味がないんでその分負けただけなんで、はい、シーズン後半に向かって非常に楽しみになってきましたけど、どうでしょう。まあ、そうです、これから、まあ、帯広記念と万栄記念があるんで、まあ、そこに向けてまた頑張りたいと思います。では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。寒い中応援ありがとうございます。また重賞勝てるように頑張るんで応援よろしくお願いします。西健一騎手でした。おめでとうございます。第13回ドリームエイジカップ、関係者の皆様本当におめでとうございます。